早速ですが、デカグースを捕まえました。今慌てて撮影ボタンを押しました。ヤングースからデカグース、進化はしてなくて野良で出てきたのをそのまま捕まえた感じです。コンプリート、ビンゴ。結構揃ってきてるんじゃないか。張り込みポケモン、ノーマルタイプ。獲物の痕跡を見つけると粘り強くその場に張り込むが、日暮れにはうつらうつらしている。ただのなんか怠け者なんじゃないか、ヤングース。デカグースか。ニックネームつけずに送ります。はい、というわけでアロラ、皆さんこんにちは、こんばんは、赤髪の友です。なんかいつもと違う。アローラ、赤髪の友です。ポケットモンスターさん、実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回、前々回とライチに勝負を挑むため、いろいろ旅をしてるんですけれども、なんか、いろいろとたらい回しにされて、今回は命の遺跡をクリアしていこうと思います。その先にライチがいるみたい。早速、野生のポケモン。もうデカグース、進化系とかが野生で出てくる。あ、ヌイコグマ。ヌイコグマだ。そうだ。そうだ、うちのモグキンパが本当のパーツキンになっちゃったんだ。ヌイコグマをやっつけるかな。地ならし、つぶらな瞳、あら可愛い。どうなるんだ、攻撃が下がるか。まあこれは特殊技だよね、きっと。うん、もう一発入れたら捕獲圏内になりそう。でも強いな、デカグース。いきなりクイックボール投げて捕まえられたから、やっぱりクイックボールすごい便利ですね。あ、赤まで行った。それでは捕まえます。スーパーボールがまだ残り2個。全然モンスターボール買わずに旅できてるな。ところどころで10個ずつもらってるから結構間に合ってる感じ。みんなもそうなのかな。あんまり買わないで進められる。あ、でも本格的に捕獲して図鑑埋めていこうってなったら全然足りないか。よし、モグキンパ、モグキンパ結構いけるんじゃないかな、これ。ぬいこぐま、あ、ぬいこぐま進化するんだ。着ぐるみ着てるみたい。ぬいぐるみな、みたいなこぐまってことか。ジタバタポケモン、ノーマル格闘、あ、格闘タイプか。やばかったね。愛くるしい見た目だが、怒ってジタバタする。手足にぶつかるとプロレスラーでも吹っ飛ばされる。あ、さすが野生のパワーだね。ぬいこぐま可愛いな。手持ちにいつか入れたい。よし、で、これトレーナーでしょ、この人。あ、奥に技マシンが見える。釣れると思って釣ってみる。勝てると思って戦ってみる。釣り人の言うことは奥が深そうで浅いのかよくわかんない。釣り人の長寿が勝負を仕掛けてきた。お、秋道一族、人手マンか。う、やばいな、弱点疲れてるぞこれ。人手マンはタイプエスパ入ってる。まあどっちもいいや。水だ、水は確か。どうしよう、メタルクローでいいかな。砂利、攻撃上がれ。あ、今一つ、あれ、なんで効果は今一つ、なんでだろう、わかんない。まあいいや。じゃあ地ならし、鋼タイプの技って人手間に効かない。あ、こっちの方が全然強い。エスパーに鋼、あれなんだろう、わかんないな。まあいいや。ギャラドス、ギャラドスは入れ替えましょう。一番この視聴者の皆さんが現場に出ると喜ぶポケモン、コタッちゃん。行っておいで、コタちゃん。ピッカー、かわいいね。ギャラドスを繰り出した。おお、あ、威嚇。あ、やばい、物理が避けられた。スパークは物理技だよね。ほっぺスリスリ、ボルテッカー。スパークでいいかな。スパーク、これは4倍、6倍か。よいしょダブル弱点をついた。タイプ1、6倍。うわ、コタちゃん700経験値。べっとりレベルアップ。よし。さて、どんどん先へ行きましょう。技マシン発見。強いやつだといいな。吸血を見つけた。吸血か。なんだろう。吸い取るが虫タイプだけど、吸血は何タイプの技だ？多分相手にダメージ与えて回復するんだろうな。血を吸って、吸い取って相手を攻撃する。与えたダメージの半分の HP を回復できる。あ、いいね。虫タイプ、覚えるの？虫タイプの技を覚えるんだ。おお、これはいいんじゃない？虫タイプの技を覚えるから、じゃあ、ひっかくを忘れるか。
お、威力80あるし、与えたダメージの半分か。まあ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 、いいんじゃないかな。お、みーちゃんいいね。で、これで大きな根っこを持たせると、きっと、余計に回復できるようになるんだ。お、やっぱあったか。反対側か。ここら辺、こっち側？こっち、あった。小さなキノコ。あ、で、それで前回見つけたジガルデキューブがここにあると。オッケー。よし、で、このおっちゃんは？格闘強いんだよな。おはようございます。縮めて、押す。違うと思うけど。え、そうなの？え、違うよね。格闘技経験のある方コメントよろしく。絶対違うと思う。空手王の剣士はハリテヤマ。ハリテヤマか。またハリテヤマか。で、コメントにありました。熱い脂肪っていう特性があるらしくて、炎技とか氷技が半減されるのかな、熱い脂肪は。なので効かなかったそうですね。これはちょっと失敗したかな、こやつを出すのは。ポケモン、べっとり行ってみる、たまには。いや、ちょっと、べっとりも危ないもんね。ツツさん、落ち着いて。こいつにこの間やられたから、落ち着いて弱点をついていこう。行っておいで、ツツンさん。ツッツンさん、当て投げ。いて。強えよ、当て身。どっち？当て投げ、今読んでなかった。くちばしキャノンは、コメントでまたありました。必ず高校になる技らしいです。貯める。貯めて、あれ？なんでいきなり一発で撃ってたんだ？相手なんかしようとしてたのかな？あれ？なんでいきなり撃てたこれ。まあいいや。ナイス、ツッツンさんもレベル30になった。目が、目つきがきついな、ツッツンさん。おお !332231。わ、すごいな。どんどん強くなる。嫌な音。嫌な音は別に忘れさせない。嫌な音はいらない。よし、モグキンパもレベル27。お、十分戦力になった。間に合った、間に合った。巻きまいました。縮めて、また。絶対違うよ、この人。嘘ついていいのか？格闘家が。よし、あ、なんかキャプテンゲートみたいなところあった。あ、違うか。これが命の遺跡？あんたね、グラジオが言ってたの。お？スカルダンのネックレスをしている。何にも感じない普通の子に見えるけどね。よかった、回復しといて。なんだ？あたいはプルメリ。あたいって。あたいって。スカルダンを束ねている、言うなれば姉子ってところ。お、そうなんだ。あんたも知っての通り連中バカばっかりでね。でもさ、バカだからこそ可愛いってことあるじゃない？わかる？可愛いあいつらをいじめるあんたが邪魔なのよ。お、いきなり勝負。幹部か？ボスか？ボスは出てこないだろうな。幹部でしょ。お、下っ端じゃないスカルダンとは初めて。スカルダン幹部のプルメリが勝負を仕掛けてきた。あ、ちゃんと固有名詞があるんだね。その目から髪の毛出してんの？原宿ファッションじゃない？この人。違うか。相性的にはどうなんだ。毒飛行でしょ相手。毒の弱点地面だけど、地面技は飛行で届かない。メタルクロ、あやぴかー、やめて、混乱しちゃう。ナイス、避けた。メタルクロ、あんま効かねえな。コタッちゃんにチェンジした方がいいかな、これ。コタッちゃんにチェンジしたところでもう一回怪しい光撃たれるかな。引っ込める？え、引っ込めるんだ！あー、炎タイプ撃とうっていうことか。メタルクロー。これは効果は今一つかな。って言っても毒炎なら地面が4倍ダメージ。こっちはタイプ1で6倍のダメージ与えられるから地ならし。どっちが先手？弾ける炎！やばい！やばい！危ねえ！地ならし！こっちは6倍！よし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 。え、引っ込める AI があるんだ。トレーナー。なんだ、頑張ったけどそんな経験値もらえなかったな。ゴルバットを繰り出そうとしている。はい、入れ替えましょう。じゃあ、コタちゃんで。あ、ルガルガンのデビュー戦でもよかったな。ルガルガンのデビュー戦でもよかったはず。じゃあ、戦う。スパーク。スパークにするか。よし。スパーク。怪しい光かー。きつい。こたつは混乱した。
こなし、スパーク、よし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 。ああ、勝てた勝てた。誰も死なずに勝てたぞ。ゴルバットを倒した。こたつは多めに経験値をもらった。よし、こたつちゃんもレベル31。あと11レベルで進化だ。レベルで進化じゃなくて雷を使うのをレベル42にしますね。ルガルガンレベル26。吠える。吠えるは別に忘れさせません。ち。目つぶるとすごいな、目の形がこれ。3000円ももらったんだ。はん、大したもんだよ。ただし、次邪魔したら本気でやっちまうから。いや勝った勝った勝った。あぶね、そんな強制イベントがあるのか。スカルダンに勝ってスカッとしたろ、だって。じゃあ、先へ進んでいこう。これが命の木の実。命の木の実じゃない。命の遺跡。命の遺跡ついた。ちょっとレポートしとこう。なんだ？命の遺跡、なん、どんなポケモンがいる？お、バーネット、トモ。奥さんか。リーリエが迷っていたから連れてきちゃった。ホテル潮祭での待ち合わせでも迷っていたのよね。あ、バーネットさんと待ち合わせしたのね。スカルダンを見かけて避けていったのが理由らしいけど。じゃあね、私はこれからロイヤルマスクの試合があるの。ほう。それにしてもロイヤルマスクって、仮面の下、覆面の下どんな顔かしら。え？え？気づいてないの？奥さんだったらわかりそうだけど、星雲ちゃんのためやってきました。ご覧の通り連れてきてもらったのですが、あ、ダグトリオさん元気にしてあげます。おー、ありがとう。なんだ、回復しちゃったのにさっき。もったいなかった。奥にあるのがアーカラの守り神。カプテテフさんの遺跡ですよ。ピュイ。もうメレメレ島、メレメレ島かな？でも、戦の遺跡に行こうとしたり。あなたにとって遺跡とは、島の守り神さんとは何ですか？黙秘。あの時、心底困っていたのです。トモさんがいなかったら。ピューイ。なんだ？お、島クイーン。あら、確かククイの。私、リリエです。ククイ博士の助手で、こちらはトモさん。ごめんごめん、わざわざ会いに行ったのに名前聞かなくて。カプテテフに呼ばれ、遺跡をきれいにしていたのさ。おう。トモ、アローラの人、ポケモンを知ってくれてありがとう。ほうほうほう。なんだなんだ？ここで戦うのか？お？やるか？さてと、アーカラ島3人のキャプテンの試練をこなし、挑むは島クイーンライチの大試練。アーカラで一番ハードなポケモン勝負ガツンといくよ。喜んで！はい、喜んで！いいよ、あたしらの全力、あんたらにぶつけるよ。ライチさんの相棒はごつくて可愛い岩タイプのポケモンばかりさ。来た！これを、倒せば岩のゼットクリスタルが手に入る。おお、かっこいい。今までで一番かっこいいな、これ。島クイーンのライチが勝負を仕掛けてきた。島クイーンのライチはノズパス。来た、ノズパス。ノズパスを繰り出す。ゆけもぐキンパ。地面技で押していこう。手持ちは3匹か。でも、メレメレ島の原さんとの試合と比べるとギャラリーが1人しかいないっていうのがちょっと物足りないけど、まあいいや、地ならし。地ならし、先手取った。あ、この音楽いいね。この音楽！今だ誰？うわぁ。うわ、たっ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 た。よし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 。いやぁ、BGM いい。地ならし。あれ、これアニメで流れてる音楽かな。あんまり詳しくないんでごめんなさい。いやぁ、ノズパス耐えるか。岩なだれ。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ、モグキンパいいよ。メタルクローで攻撃力が上がれば、あー、そっか、いい傷薬使うか。攻撃力上がればいいんだけどな。よいしょ。効果抜群。でも、地ならしのがダメージでかい。地ならし、先手取った。よし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 、モグキンパいいよ。450の経験値。レベルアップ。いい感じ、いい感じ。よし。これは、ルガルガンか、岩タイプ。岩タイプだ。ポケモン入れ替えよう。こっちもルガルガン。いや、コタッちゃん。どうしよっかな。まあ、コタッちゃんで行くかな。コタッちゃん。行っておいで、コタツ。ピッカー！ルガルガンかっこいいよな。あれ？あ、
あれか、ムーンでルガルガン進化させるとこんな感じになるんだ。へえ、サンノがかっこよくないか？サンノ姿の方のが。さあ、じゃあ Z パワー、全力、無双激烈拳を、先手。よし。いけ、ピカチュウ。かっここたちゃん。こたつが解き放つ全力の Z 技。全力無双激烈拳。すごい。オーラで拳を具現化させてぶん殴るっていう。そして最後に体当たり、貫通したー。いいダメージ、効果は抜群。やったね。ちらっとこっち向く。あっと、岩か、岩の岩か、これきっと岩の Z クリスタルか。これ全力の Z 技ワールズエンドフォール。うわすごい、初音ミクの歌でありそう。なんだこれ、うわー、岩になった。やめてやめて、それ、うわー、つえーつえーよ、それ。モグキンパでいいかな、モグキンちゃんでいこうかな。じゃあまあ普通にそのままモグキンパで居座ってよかったのかもしれないけど、じゃあ地ならしでいきましょうかね。いや、メタルクローでいこう。こっちの方が早いだろ。あ、相手の方が早いか。噛みつく。結構痛い。メタルクロー。よし。攻撃。上がった上がった。よし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 。攻撃が上がる。ルガルガン突破。ごめん、コタッちゃん。ベッドリレベルアップ。ベッドリもそろそろ20超えたし、進化してそうだな。ガントル。ガントルわかんない。あ、あれの進化系っぽいな、目が。どうしよっかな。回復させた方がいいかな、バク。相手なんか攻撃してきても多分、効果は今一つで来るような気がするから、先に回復。よし、いい傷薬を使って回復。頭突き。頭突きは効きませんよ。今一つでこれぐらい食らうのか。結構強いな。戦う。泥爆弾で相手の命中も下げつつ攻撃。よいしょ、パシャーン、下がれ命中。下がんねえか。あ、頭突きは効かない。あ、モグキンパ大活躍だ。地ならし。いい傷口使ってこないだろ、黄色なら。よっしゃよっしゃよっしゃー、やったー、モグキンパ大活躍、強いねー。こたっちゃんがな、やられちまった。素敵ね。友は賞金として4320円を手に入れた。よし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 。全力を出し切ってこそさらなる輝きを得るからね。あ、笑顔。あんたら最高だね。はい、岩タイプの Z クリスタル、岩 Z を授けましょう。おー、倒した。これ、倒せるのかな？ハウは。ハウ、絶対やられてそうだけどな。大試練達成！よし、これでアーカラ島クリアになったのかな？友は岩 Z を手に入れた。岩 Z を Z クリスタルポケットにしまった。岩タイプの Z パワー、引き出すのはこの動き。腰のひねりと力強さがポイントだからよく見ていて。どんな動きするんだ？おう、おう。おお、岩っぽい。なるほどね。岩っぽい。リリエが笑ってる。いい感じに使ってよ、岩タイプ。硬くてごつくて攻撃するのが得意。私とはあんまり似てないけど、かえって惹かれるんだよ。なるほど。お、星雲ちゃん。ピュイ。本当に嬉しそうですね。で、リリエ、変なこと聞くかもしれないけど、トレーナーでもないあんたがどうして命の遺跡に？あ、この子遠くからやってきたのです。元の住処に戻したいのですが、何もわかってなくて。で、遺跡が気になるようですから、何か手がかりになればと。珍しいポケモンだね。カプテテフは守り神といえど暴れたりもするポケモン。会おうとするなんて彼らより強いポケモンぐらいよ。ほう。ふぅ？まさかね。あんたらの旅がより驚きで溢れ、さらなる優しさに包まれるように。リリエ送るわ。トレーナーじゃないのにポケモンのために頑張る人って好きだから応援しないとね。ほう。で、これで主人公一人になっちゃうのか。あ、来た。わー、ライチさん、リリータウンのハウです。勝負させてー。で、とも、エーテル財団の緑な人が大試練が終わったのなら、ハノハノリゾートに来るようにって、エーテル財団？
何の用だかわからないけど、行ってらっしゃいとも。ハノハノリゾートにすぐ向かうなら、リザードンで艦隊に戻れば。空間研究所の先にある橋を渡ればハノハノリゾート。おお、なるほど。エーテル財団ですか。私ハウさんの勝負も見ていきます。ポケモンさんが傷つくのは苦手ですけれど、トモさんやハウさんのポケモンさんひたむきですから。じいちゃんみたいに俺強くないけど、フクスローたちのいいところ引き出す。ハウはハウでしょ。シマキング原さんの孫とか関係なしに、ハウさんの全力出しなよ。あ、ハウたちのね。ニコって笑ってる。ハウ可愛いけどな、ポケモンがそんな強くない気がするんだよな。見たいな、ハウとシマクイーンの戦い。まあじゃあ行くか、艦隊シティに。ここら辺の人はもう全部倒したもんな。こっちの道まだ行ってないけど、もう行ったか。じゃあ、普通に。リザードンの空を飛ぶで。艦隊シティに行けばいいのかな。うわー、来た、リザードン。すごい速そう。ゴーグルつけないと目は、開けられないんじゃないかな。早いね。さて、艦隊して戻ってきました。コタッちゃん直してあげよう。うん、モグキンパ大活躍だったな。はい、お願いします。ルガルガン超かっこいい。ムーン選んだ人これ、ムーンのルガルガンちょっと残念じゃないかな。かっこいいっていう人もいるだろうけど、サンのルガルガンの姿の方がかっこいいでしょう。人狼みたいだったもんね、ムーンは。さてと、どこだっけ、橋を渡っていった先って言ってたな。ここが戻ってきて、ここがなんだっけ、ハノハノリゾートが右で、ディグダトンネルが下になるのか。じゃあこっちか。でここが空間研究所か。でその先の橋を渡ったってことはこっちだね。あ、ここの橋か。おお、ハノハノリゾート着きました。あたい人生の楽しい探しをしてるの。もう一度島巡りをしたら何か見つかるかね。ん？クリア後の何かをちょっと示唆してるのかな。うわ、ほんとだ。すごいね、ハノハノリゾート。あ、ピカチュウ。すごい、ピカチュウだけ音声なんだね。中次郎様、3年ぶりのバカンスです。タレントであることは忘れ、ただのピカチュウとしてごゆるりと。あ、そうなんだ。ソフトバンクのワンちゃんみたいな感じか。すごいな。タレントポケモンか。確かにポケモンの世界ならではの感覚かも。あ、なんだっけあれ。ペリッパ。野生のポケモン？それともホテルの誰かの？ペリッパの口の中に入ってみたい。あ、運ばれたい。怖いけどそれちょっと。ペリッパ。わあ、ペリッパ飛んでる。だって。そのまま飲み込んで食べられたら最悪だね。アローラはね、いろんな人がやってきたからいろんな様式の建物があって面白いよ。なるほど。確かにそうですね。で、ここはアローラのもう一個のホテルなのかな？アーカラ島の。ベルボーイが偉くなるとベルキャプテンになる。へえ。ポケモンも勝負もそう。最初のポケモン、最初の技が重要です。なるほど。で、ここにいるのが？いた！いたいたいた、この人か。お待ちしておりました。この間会った人だ。いやいや、これは失礼。挨拶が遅れました。垂れ目だね。私、ザオボーと言います。以前、あなたに素晴らしいものをお見せすると言いましたよね。その素晴らしいものとは、エーテルパラダイス。エーテルパラダイスとはアローラの海に浮かぶポケモンの楽園。ポケモンを保護するための人工の島。私が約束を守る大人だと証明するためにエーテルパラダイスに来ますよね。え、うん。お乗りください。エーテルパラダイスはすごいですよ。待って、俺も連れてって。お、クリアしたのか、ハウ。あら、島クイーンのライチさんまでお見送りとは。島巡りをするトレーナーは島クイーンにとって可愛い子供みたいな存在だからね。結婚したことないけどさ。え？あ、そっか、ライチは別にそうだ。ククイさんの旦那ではないんだ。ククイさんの奥さんではないのか。バーネット博士だ。そっちにも勘違いしてた。競う相手は自分自身。共に歩むのはポケモンだよ。博士は？僕にはやるべきことがたくさんあるからね。僕の代わりにすごいと言われてる財団のテクノロジーを見てきてよ。そうだな。今度は次の島。裏裏島のマリエ庭園で会おうぜ。さよなら、アーカラ島。なんかあればまた戻ってくればいいだけだもんね。それではしばしの間、船旅をお楽しみください。連絡船ですけどね。なるほど。ザオボーか。なんか悪いやつに見えちゃうんだよな。エーテルゼ、なんか宗教人みたいな感じがするよね。でっかい鉄の塊が浮いてるのってすごいな。ハウ、ちょっと古い考え方だね。ポケモンが支えてるからって、え、そうなの？ともし、あ、そうなの？
嘘かお前、いたらおむ、あやろう、嘘つき最低。あー、エーテルパラダイスすごく楽しみ。あ、いい逃げ。腹渡逃げ繰り返ってるだろうな、主人公も。勝負させろハウ。さあ、これで第3の島、ウラウラ島に行く前にエーテルパラダイスか。エーテルパラダイス、なんか響きはかっこいいけど、エーテルパラダイスに行きましょう。船に乗ってる描写とかあるのかな。あ、ないんだ。いきなりついちゃった。エーテルパラダイス、ほう。あ、スリーパーとニャース催眠術、我々を洗脳する気か。ほう、人がたくさんいるんだね。でもなんか基本真っ白で綺麗。さあさあ、お二人様、エーテルパラダイスでございます。すごいものってなんだろう。あ、ウソッキーとヤングス。え、何？ああ、ただ運んでるだけか。危ないな今のエレベーター。エーテルパラダイスはポケモンを保護するため最新の技術をつぎ込んでおるわけなのです。地下ではポケモン保護のために新しいモンスターボールを開発していたりもします。もっともエーテルパラダイスではモンスターボールは使えませんがね、ボールの機能を封じる妨害電波を出しておりますよ。あ、捕まえられないんだ。野生のポケモン出るの？戦うってことはないだろうな。あ、怪力が奥にいる。お、なんだ？ダオボーさん、ちょっとちょっと、私のことは名前ではなく肩書きでお呼びなさい。凄さを伝えてほしいのです肩書きをね。はい、支部長。支部長か。私はアーカラ島でのポケモン保護について代表にアピールしてきます。その子たちを案内しつつ代表のもとにお連れしなさい。ほう、代表がいるんだ。すごい施設だな、それにしても。ふう、あ、すごい笑顔がかわいい。ようこそトモさん、ハウさん。ビッケか。私はビッケです。あらほらってなんで、なんで俺たちのこと知ってるの？ええ、アーカラでのこと職員に教わりました。ハウさんもポケモン保護のお手伝いをなされたとか。ありがとうございます。それでは上のエントランスに参りますね。そっか、あれか、ハウとタッグ戦したもんね、一緒に組んで。ポチッとな。お、ポケモンらしいね。代表はどんな人なんだ。代表の顔つきで悪い組織かいい組織か判断しよう。うわー、広い。あ、またあのポケモンがいる。なんて言ったっけ。こちらエントランスです。この先にある受付でポケモンを元気にできます。ほうほう、ピカチュウ。トモさん、ハウさん、島巡りで試練をこなしチャンピオンを目指すということは、お二人は11歳なんですね。詳しいですね。11歳になると望めば島巡りに挑めるんだ。いつか本気のじいちゃん倒したいけど強すぎるからな。そうですよね。皆さんぐらいになれば自分の考えで行動しますよね。なんといってもトレーナーはポケモンの親ですものね。トモさん、ハウさん、上の保護区に参りますね。ポチッとな。いいね。上、保護区っていうことはポケモンがいっぱいいるのかな。あー、ほんとだ、ちょっと自然溢れてる感じ。あー、なるほどね。水のポケモンも山に住むポケモンも森に住むポケモンもみんな入れるみたいな感じか。モンスターボールの使用を禁止しております。保護区ここではスカルダンに襲われたポケモンをかくまったり守るべきポケモン、例えばサニー号ですね、ドヒドイデ、ん？ドヒドイデというポケモンに襲われて大変なのです。人手か。私のポケモン図鑑を読みますね。スターミーも人手だけど。ドヒドイデ、12本の足で海底を這う。ドヒドイデの這った後にはサニー号のカスが散らばっている。これ本当の環境問題だね。現実でも起きてる。自然には厳しい一面もあるってじいちゃん言ってたしな。でもさ、エーテル財団で全てのポケモンは守れるの？自然のバランスもありますし、人がどこまで関わるのか難しい問題ではありますね。エーテル財団すごい。でね、思ったんだけど、どうしてアローラ地方に来たの？さあ、代表は何をお考えなのか分かりにくい方ですから。ほう、代表のルザミーネでしたら保護区にいらっしゃいますから、ぜひお会いになってください。ほう、代表に会える。いい顔してるか悪い顔してるかちょっと判断させてもらおう。代表さん、保護区のどこにいるんだろう。スカルダンにやられたポケモンもいるんだよなー。だって代表でしたらこちらにいらっしゃいますから、お会いになってください。ほう、この人違うか。
ウソッキーは木を真似して自分を守っているポケモン。もっとアローラっぽい木の真似をしなくていいのかな。確かに。嘘すぐバレちゃうな。下手くそな擬態だ。ああ、なるほど。ここのどこかにいるってわけね。道は左右に分かれてる。じゃあ、海の方から行ってみるか。お、当たったか。パソコンのボックスを作ったというのは関東地方のまさきというポケモンマニアらしい。あ、そうだね。ボックスのポケモンが数百年後に活躍する一種のタイムマシンだな。やっぱ時間止まってるのかな、ボックスの中は。年取らないね、そしたら。なんかちょっとかわいそうな気もするけど。ポケモンは進化すると姿形が変わります。それ以外にもフォルムチェンジで姿や能力が切り替わる種類も発見されています。ですがリージョンフォームはそういったフォルムチェンジとも違う原理のようなんです。リージョンフォーム、スターミー、謎のポケモン、夜空の星が姿を変えてスターミーになったと。実はポケモンが人を使って自ら保護させている、そんな想像をしちゃいます。深く考えてる。こっちはぐるっと一周か。ここら辺にいる人みんな話しかけてみようかな。次はこっちの方に。おおっと、こういう視点か。で、こっちはもう森のところか。お、戻ってきた。じゃあこっちだ。じゃあ残り一本道だ。おお、奥に人がいたな。代表っぽい感じではないな、この人は。リージョンホーム、難しく考えていますが、南国に行けば誰だって日焼けするようなものかしら。あ、アローラの姿のことをリージョンホームっていうのか。あれ、いないぞ。あ、一本道。一番遠いところにいるのか。あ、そうみたい。止まった。あ、なるほど。代表っぽいな、これは。愛おしいポケモンたち、私が守ってあげます。深い深い愛で。おや？これが代表か。ほう。ほう。ともくんに、ハウくんね。エーテル財団の島。エーテルパラダイスへようこそ。私代表のルザミーネ。お会いできて嬉しいの。あなたたちのように島巡りでポケモンと知り合う人もいれば、身勝手な理由でポケモンを傷つけたりお金儲けする残念な人たちもいる。ですから私がかわいそうなポケモンたちの母となり愛情を注ぎ込むのです。アローラから遠く離れた世界にいるポケモンさえも私が愛してあげるの。すごい規模だな。ルザミーネさん若いのにすごいな。もうハウくんたら、私40歳を超えてる。40超えてるんだ。全然見えない。へえ。何？ふふ、それにしてもあなたのファッションちょっと地味じゃないかしら。今度あなたたちにぴったりの服を選んであげる。基本白にされそうだな。ルザミーネさんみたいなのリリエにしか似合わないよ。確かにね。安心なさい。すべて私に任せればいいの。子供は大人の言う通り、それが幸せの近道です。ちょっと危ない気がするな、この人の考え。お？なんだ？なんだなんだ？スカルダンか？今の揺れ、地下からでしょうか？なんだ？最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。